はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今回はね、こちらのニューエンター様から提供いただきました、これね、マットレスになります。で、このマットレスがちょっとね、今までは紹介したことがなかった新しいニューバージョンになります。一体どんなものなのかというと、低反発ジェルメモリーフォームとね、高反発高密度バブルを組み合わせてある7センチの厚みのあるマットレスになります。で、これね、あの低反発ジェルメモリーフォームって何っていうと、なんかこうジェルをフォームをなんか埋め込んだ組み込んだ低反発素材らしいです。で、従来の低反発と比べて6倍の、要はね、通気がいいそうでね。で、今回は低反発と高反発を組み合わせたことによって、絶妙な、要は包み具合と反発力を兼ね備えた、とても気持ちのいいマットレスに仕上がってるということです。これね、いや、ちょっとワクワクしたね、これね。はい、で、低反発を使ったことがある方、元気なおじいももともとはね、低反発から使ってました。厚みが7センチがあるね、某有名なやつで、いや、びっくりするほどね、お値段がかなり良かったですね。ものすごく当時のね、お給料のね、そうね、半分ぐらいは使ったんじゃないかな。あと当時は枕もね、2個ぐらいその高価なやつシリーズ使ってたし、足置くやつもね、その高価なやつ使っていました、ね。でね、その低反発7センチあっても、冬は硬いんだけど、夏はねぐにゃーってなっちゃって、で腰が悪いんでね、で長年使ってるともうビジャーっとなって、で体が成長してきて重たくなったんで、でそれもあって沈みすぎて今度腰が痛くなりました。で、今度はね、高反発がいいよっていうことで、で高反発の3センチのやつを買ったら、3センチは薄すぎてね、底づくしてどうしてもね、痛いっていう。で、今高反発の5センチのやつを使ってるんだけど、まあ、5センチだとギリ下がよっぽど硬くなければね、底づきすることもないし、でただね、こう寝方によるんだけどもね、たまにこう当たったところがこうぐにゃって沈むわけじゃないんで、浮いた状態で寝てると、まあ、一点にこう力が集中したりするよね、どうしてもね。なので今回はこのメモリーフォーム、要はこの低反発ジェルメモリーフォームね、長いのこれちょっとね、このジェルの感じでポワッと包み込むっていうと、まあ某有名なやつがそんな感じだったんで、まあ、ちょっとそれに近いのかなっていうね、ちょっと頭の中でもうワクワクしかないね。はい、そんな感じでね、ちょっと簡単に説明していきましょうね。元気なおじいも初めてなんで、もう勉強しながらだね、これね。で、今回は厚みが7センチです。7センチで、この7センチのメリットっていうのが、今言ったように、上は低反発、下は高反発で、これひっくり返して使えるのかどうなのか、ちょっとまだ出品者さんには聞いてないんだけど、よく他のやつ見ると、普通の低反発と高反発がドッキングしたやつっていうのはあるよね。時に低反発がいい時は低反発で、気分に合わせて高反発して、こうやってリバーシブルで使えるやつってあるよね。これはね、果たしてどうなんだろうね。で、7センチっていうと、お元気なおじいが今使ってるのが5センチなんだけども、7センチはね、過去に使った経験ありました。あと14センチもね、使ったことがあります。それはちょっと違うやつなんだけどね。で、7センチあると、まあ、底付き感はないよね。で、こういう、まあ、床にそのまんま引いて使うことはないと思うんだけど、大体当時はね、目綿の薄いせんべい布団の上に、まあ、乗っけて、でその上にシーツ引いて使ってたかなって感じします。でも全然底付き感がないしね。で、低反発だとこう横向いた時もすごいフィットしてくれるんで、こうあっちこっちが痛いってのがないよね。ただすっぽりはまりすぎちゃうと寝返りができないっていうね。寝返りをしたくてもこうはまり込んじゃってるので、寝返りをしたくなっちゃうんだよね。だから人間、寝返りをしなくなると、なんていうかな、こう健康が崩れるっていうかね、寝返りはしなくなったら終わりだよってよく言うよね。なので寝返りがしやすいっていうことで、高反発はゴロンっていきやすいんだよっていうね、そういう売りがあるんだけども、硬いためにちょっとこう疲れが残ったりするとかね。だからどっちもね、一長一短なんだよね、低反発と高反発でね。まあ、それをこういいとこだけ
よし始めたのがなんかこれって感じだったね、はい、まあ、7センチ。そして何よりもね、この記事は冒険とエコテックスの認証、そして新材もね、あの認証を受けてますよということで、米国の認証も受けてるそうで、国際的なあの基準で保証されてますよということらしいです。でこれ一体の、あの名前で言ってもわからないんだけど、一体何なのかなと思って見てみたら、あの有害物質が含まれていない証明ですよということです。まあ、今や壁紙とかね、こういう木材なんかも全部そうだよね。有害物質があるかないかで、あるものはあの表で使うやつで、ないものはあの部屋の中の内緒で使いますよとかね、ホームセンターに行けばあのちゃんと分かれてます、そういうのがね。でこれはあの、ね、こうやって赤ちゃん の画像にもあるように、ね、赤ちゃんがこうやってね、しやしや寝てても有害物質はないから安心ですよっていう、そういう素材でできますよということになっているそうです。はい、そしてね、寝心地でこだわるマットレスね、ポリエステルの生地、そしてファスナーは YKK ね、よく着るものでもあるよね。あのファスナーがしょぼいとこう引っかかっちゃったりとかね、ポロンって取れちゃったりするよね。安心の YKK ね、ここちょっと嬉しいよね、なんとなくね。はい、そしてね、裏側は滑り止め加工してあるそうです。そしてカバーはあの洗濯で丸洗いね OK ということだそうです。はい、そして厚さ7センチについてちょっとね、深掘りしてみましょう。ここにあるようにこの低反発、手でグーッとやった時にこうやってね、跡が残って、でだん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 ふわーんと戻ってくるね。低反発っていうのはグッと押したらゆっくり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 戻る性質を持ってます。で高反発っていうのはその名の通り反発力が高いのでね、グッてやったらポーンってね、すぐに戻る性質を持っていますこれね。で今回はこれあの2層なんでね、ブルーの部分が低反発の部分だそうです。で低反発と高反発の2層マットレスね、3センチ上側3センチがその低反発のマットレスになっていて、で下側の4センチが高反発のマットレスを使っているそうです。で低反発のマットレスは適度な柔らかさと弾力感で体をね、こうやってぐにゃーってこう包み込んで体の負担を減らしてくれます。要はね、包み込むようにね。高反発だとこう尖ったところの点と点でね、支えてるって感じになるよね。要はこう体がこうなってればこうペタッとなるけど、体って平べったくないもんね、こうやって凹凸があるもんね。だからどうしてもね、高反発だとこうやってこう浮いちゃうところがこう出てくるんだよね。で低反発、こういったものだとぐにゃーってこう全体的にこう設置してくれるから分散してくれるよってことなんだね。そして高密度の高反発は通気性に優れていて、保湿性にも優れてますよ。先ほど言ったように、あの低反発の方は従来の低反発に比べて6倍の通気性がいいので、あの蒸れたりしにくい構造になっているそうです。そしてそれだけだと寒いよね。なので下の4センチの方はあの通気性と保湿性も両方兼ねた高反発に仕上げましたよということになっているそうです。はい、そしてね、体の形を合わせて、沈み体圧を均一に吸収して分散してくれる、これがね、ウレタンフォームのいいところです。で今回この左側がこのマットレスなんだけど、もう皆さんパッと見ればわかるよね。マットレスと人間がね、こう接地面が全体的に設置されていると分散されるよね、自分の体重がね。でどうしてもこう一般的なこう低い体圧分散マットレス、例えばあの柔らかすぎるものだと体がくの字になって沈んじゃって寝れないよね。で起きても体中が痛いとか、逆に体おかしくなっちゃうよね。で硬すぎても密着面が少ないので、こう負荷がかかっちゃうんだね。なので全体的にくっついた方が分散するっていうのはもうパッとわかるよね、頭の中でね。はい、じゃあそんなわけでね、実際にこちらの方を開封してみたいと思います。で開封するにあたって、これはこういうウレタンフォームの性質上ね、これは仕方がないんだけれども、これね今から開封します。これたらポワーってね、膨らみます。でこれね、ちゃんとした膨らみ7センチに戻るまで約2日間かかるので、できたらね、2日経ってから、ご利用くださいというか、まあ、動画作ってねっていうふうに言われてるんだけれども、やはりね、ユーザー目線から言うと
届いた時にどれぐらいで、で実際に2日経ったらあどうなったのかなとかね、あと実際にそれから使ってみた、ね、寝心地とか感触とか、ここら辺の違いっていうのをやっぱ気になるんじゃないんでしょうか。おじいがね、あの普通のやっぱお客さんの視線から何でも見てるので、一番最初に来たらあの初日から使いたいよね。だ最初にちゃんと膨らみきってない時に使ってみて、これダメだねとかね、あの厚みが足んないとかね、当然文句のレビューを書く人もいるでしょう。でもちゃんとそこにあのマニュアルに書かれたように2日間ぐらい、ね、かけて膨らむので、ご了承くださいってこう書いてあるよね。なので、それをちゃんと守って2日3日経って使ってみて、もう当然あの開封した直後とは違うのでね、意見がね。なのでこういったものをね、ダイレクトに元気なおじは皆さんにお伝えできたらいいなと思ってます。なので今回はオープンボックス兼、開封した状態でどんな感じなのかっていうのをね、この動画でダイレクトに伝えることができたらいいなと思います。でこの動画とは別にまた改めてあの2日以上過ぎた後に実際にちゃんとした厚みに戻った状態で実際に使ってみてこうですよという動画を後から作りたいと思いますね。でまだその動画とドッキングするかセパレートにするか決めてないんだけども、あ元気なおじのチャンネルではね、一応セパレートに分けるので、おそらくね最後ね、ポンポンってこう出てくるようにすると思うんだけどね、2本目できたらね、そこのところは皆さん期待してください。そしてね、ご意見ご要望もね、いくらでも受け付けておりますね。はい、それではね、アングルを変えてこちらの方を開封したいと思います。はい、アングル変えましたね。見えるかなここら辺ね。はい、それだけでね、今からこちらね開封したいと思います。よいしょ。大きさ的にはね、はい、これぐらいの大きさでグッと圧縮された状態で届きますね。これ膨らんだらあのちゃんとシングルサイズになりますからね。今回はシングルです。シングルとセミダブルとダブルと3種類あります。今回はシングルサイズになります。はい、そしてね、ここの一番上にね、段ボールの中にこれが丸まって入ってるんだけども、こちらがね入っております。でこれね何かというと、はい、これね何かなと思ったんだけど、これすごい配慮だね。はい、これスーってカッターです。開けるためのカッター。これね、みんなさ普通のカッターとかハサミでやると傷つけちゃう人いるよね。これ慣れないと難しいんだよ。絶対にね傷つけちゃう人もいる。だからこういうね配慮してくれたんだね。ここすごいな。元気なおじ初めて見たよ、こういう配慮のあるマットレス。もう今まで見たことないもん。これ嬉しいね。はい、そしてね、あと何が入ってるのかなって見るとね、はい、ここにね、よいしょ、サンキューって書いたので、ありがとうございましたってことで、で使用する前にここね、書いてあるね、だいたいね、ロール状に圧縮梱包輸送されています、開封後約60分後に元のサイズに戻ってきましょうということで、で遅くとも1日2日で、空気を呼吸して、まあ要は取り込んで、ちゃんと復元しますよって書いてありますね。はい、そしてあとなんかいろんな先ほど言ったね、あの認証のマークのやつがいろいろついています。であとお手入れ方法なんかもねここに書いてあります。でお手入れ方法はカバーを洗うときはチャックをね、して洗ってくださいねとか、あの入れるとね、そこに注意事項とかご利用になる前にがありました。はい、じゃあそんなわけで実際に、開封したいと思います。チャラチャチャーン、ね、よいしょ。ね、元気なおじいもね、あのすぐにちょっとこう膨らんでない状態で寝てみたいからね、エクササイズ用にほらちゃんとね着替えてまいりました。じゃあこちらを使って開封したいと思います。よいしょ、これ立てていいのかな、よいしょ、歯がこっちについてるからこれでいいのかな、よっ、これ楽だね。これこうした方がいいのかな、こうしてちょっとめっちゃ楽。はい、それではね、この外側は取りましょう。でちゃんとね
ここに注意事項があるのでね、一応開ける前に皆さん読んでください。はい、そしてね、おうおうおう、柄も結構ほら見える、ちょっと見えにくいかな、柄がついてるんだけどね、これどっちが上とか下とか見てわかるのかな、確か低反発の方が青っぽかったような気がするんだけど、あ、わかったわかった、一発でわかる、柄のついてる方が上で、で裏側はあの滑り止めになってます、こっち側が高反発の方だね、なのでよいしょ、これこうだね、よし、わ、すげえぺっちゃんこなのでこれあのベッド使ってる方はそのままベッドに持ってって、それで開封すればそこで戻るけどね、ここで膨らましたら寝室持ってくるとちょっと大変かなっていうのに一瞬思ったんだけどね。はい、じゃあこれもね、ちょっと開封していきたいと思います。よいしょ、見える、これはもうあれかな、これいいのかな、よいしょ、でこうやって開けたら、よいしょ、あ、空気吸い始め、空気をよいしょ全部吸う前に出しましょう、よいしょ、これほらスプリングのベッドだと一気に膨らむからね、ボワッつってすごい一瞬で膨らむからね、よいしょ、はい、こんな感じでね、よし、まだね7センチにはとてもね、程遠い状態になってます。あ、これね、すごいすごい、裏側の滑り止めすごいグリップがいいです、これね、でここにチャックがあるので、おそらくこちらが下の方になるのかなね、あ、でもこっち側にベロベロがあるので、これ どっちなんだろうね、どっちが足になるんだろうね、ちょっとよくわかんないね、まあ向きはないけど、でしっかりと膨らむまで、まあ、最低でもやっぱ10分ぐらいは置いておかないと膨らみきれないと思います。じゃあ実際ちょっとね、物写真持っていきましょう。はい、ね、ちゃんと完全に膨らむまでには2日ぐらいはね、様子を皆さん見てください。で、ね、今開封した状態で今 4.5 センチぐらいかな、だいたい今ね4センチぐらいです、4センチぐらい、ね、なのであと3センチぐらいは膨らむということになります。こちら側はどのぐらいかな、こちら側もとりあえずで今は4センチぐらいになってます。じゃあ実際に触った感じ、ね、ウレタンの表側と裏側とちょっとこう触ってみて、どんな感触なのかをちょっとファーストインプレッションします。でもちろんこれも完全に膨らむ前の状態なんで、圧縮してミストが高くなっている状態なんでね、本来のものとはちょっと違うことはあらかじめ伝えておきます。あ、ね、そうだね、これ押した感じ、高反発だったらもう瞬間的にパーンって戻っちゃうんだけど、お、やっぱね低反発なので、こうやって手の形で押したら、確かにこうしてやってもくぼみが、手のくぼみがね、もみじの形が残ってる、でまだ真っ平らになってない、でだん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 戻ってきて、まだちょっとへこんでる、軽く、で、あ、もうほぼほぼ戻ったかな、これぐらい時間をかけてゆっくり戻ってきて、もう今平らになりました、これね、それぐらい、ね、はい、それじゃあね、ちょっと反対側を押してみましょう。あ、もうすぐ戻る、
って押してポン、グッ、ポン、グッ、ポンって感じで、確かにこれは高反発ね、全く異なるね。じゃあ中をちょっと確認してみましょう。よいしょと、あ、本当に青くなってる。よいしょと、はい、ね、はい、画像で見たように低反発の酸性質の部分は確かに青いです、これね、うん、本当に青いで、うん、触った感じでちょっとこう、あの100個いちょっとね、うん、これちょっと気持ちいいかもしれない。これはね気持ちいいね、こっちと全然違う、うん、で、やっぱね今現在なんだけれども、こうしてみるとこの4センチの厚みっていうのはだいたいね、高反発が4センチ、低反発が3センチで合計7センチなんだけど、だいたいもう高反発の厚みがもう今この段階で今もう5分ぐらいは経ったと思うんだけど、うん、3.5 センチあります。 3.5 センチ、それで1センチちょっとぐらいかな、低反発の方はね。なので低反発の方が空気を吸って時間をかけてね、戻っていくということになります。ポン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 、でもさっきよりはどん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 膨らんできたね。高反発の方が戻るのが早いですこれね。これ本当うまくできてるね、全然違うね。でおそらくなんだけど、この低反発の方が戻るのが当然遅いので、今圧縮された状態なので、ちゃんと膨らみきった時にはもっとふわはははってこう入ってくんだろうね、うん、あ、ここの部分が結構戻ってる、ここ、あ、これが良かったんかな今。戻ってきた。空気入れてあげるとなんか戻るの早いのかもしれない、もしかしたら。ほら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 、見える？ほら、明らかに今こんだけ1センチぐらいしかなかったから、ほら見えるかな、この色の違い。ほらこんなに膨らんでるよね、うん、あ、形がなんかもうちゃんとしてきた、だんだん、あ、もう完璧の、ほら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 、今これで何センチぐらいだろう、ちょっとまだここ潰れてるかな感があるんだけど、今これで5センチちょっと、5センチちょっと、あともう2センチ弱膨らむということになります、うん、青い部分がね、さっき1センチぐらいだったのがね、今 1.34 ぐらいまでいったかな、うん、あ、こっち側もなんかちょっと気のせいか、でもまだこっちの方はまだ低反発の方がまだまだですね。こんな感じでポン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 ってやってあげると戻りが早いかもしれない、ね、はい、こんな感じです。まあおじいね、低反発も高反発もね、もう長い間ずっと使ってるんで慣れてるよね、うん、よいしょと。じゃあ一回チャック戻して、ちょっと全体的にね、ポンポンしたいと思います。よいしょ。で、あと皆さん気になるのが、レビューなんか見てると、匂いだよね。ウレタンの独特の匂い。で、これがね、例えばスプリングのベッドとか、あと厚みのあるウレタンのやつ購入すると、最初ね、1週間ぐらい匂いが消えないものあるんだね。で特にスプリングのベッドなんかだと接着剤を使うんで、ね、頭が痛くなっちゃうような接着剤の匂いがね1週間ぐらい取れないんだよね。でウレタンの場合はなんかね、そういう匂いとはまた違うんだけど、やっぱね1日2日ぐらいね取れないものがあるね。でその匂いがねどうなのかちょっと確認してみます。
おじいアトピーと添加物アレルギーとね、いろいろ持ってて、で、喘息持っててね、すごい敏感なんだけど、特に気になるのはないかな、うんね、あ、だんだんなんかマットっぽくなってきた。あ、ふんわり感がすごい変わってきた、ね、いや、これ2日後楽しみだな。これふんわり感がすごい違うよ。じゃあ、まだ完全に復元されていないんだけど、今5センチくらいに戻った状態でちょっと寝てみたいと思います。で、下フローリングなんでね、今この5センチの状態だと底付き感どうなのかな、ちょっと心臓バコバコしてるけど、うん、今 5.5 センチぐらいですね。ちょっと寝てみます。よいしょ。あ、これは新しいわ、うん、これはね、今まで経験したことのない感じ。どっちかっていうと、某有名どころのすごいお値段がね高いやつにちょっと似てるかな。この足のここの部分、角の部分の入り具合とお尻のこの沈み具合とか、あとこの頭と肩のところね、腰のところと、このね、沈んでる感じが、うん、某有名どこのやつに似ている。で、明らかに違うのは何が違うかっていうと、夏と冬では全然硬さが違うんだね、有名なやつね。で、冬はニューって感じで沈んでいく。で、夏はニューワンって感じで沈むんだね、これはね。で、柔らかくなると7センチあっても、下まで結構ね、グニャンっていくんだよね。でね、ちょうどね、今の状態なんだけど、低反発がまだね、戻りきったら半分ぐらいしか戻ってない状態なんだけど、こうして置いた時に高反発だと、ここら辺とか浮いてるんだよ、こことかとこういうとことかね、多分おそらく皆さん分かると思うけど、あとこことか浮いてるんだよ、こことかで浮かないで沈んでるんだね。で、某有名どこのように深く沈みきらないところで、なんかね、ハーフ、半分沈んでる感じ。それで、有名なやつと無名なやつの、無名なやつの20センチと14センチを買ったことがあって、で、無名なやつの低反発はものすごい沈み方が柔らかかったんで、お尻が沈みすぎてこうちょっとくの字になるんだね。で、頭もちょっとこう沈むんで、喉が上に上がる感じだったんだよ、その時はね。で、これはね、ちょうどね、バランスがいいね。で、今この下の、今まだ膨らみきってないけど、この下の底付き感はないです。うん、完璧にない。で、今ね、元気なうち80ちょっと超えてるんで、80オーバーしてるんで、かなり成長しました。で、かなり成長して重たい状態なんだけど、とりあえず大丈夫そうです、今のところね。で、こうしてみよう。こうした時に痛いとかっていうのは何にもないね。痛いのは何にもないけど、そこが平らだなっていう感じがするよね。うん、だからウレタンが真ん中に入って痛くはないんだけども、床って感じはするね。で、足はもう浮いてる感じで、全部密着してるんで、これがね、足こうなってるんでしょ、ここがピンとなりきるというのは多分大変だと思うけど、ここの裏側までちゃんと
ウレタンがしっかりと密着してる。だほんとね、あのこうして当たってもこうしても、うん、全部密着してるって感じで、今気持ちいいのがね、頭が沈みきらずで、高反発だとちょっとこうなるんで、ここが浮くんでちょっと疲れるんだよ。で低反発が緩すぎると頭が沈みすぎるからちょっと苦しくなるんだね、喉がね。でこれがね今ちょうどいい感じだね。じゃあ横向いたらどうなんだろうね。横、低反発だとこうやって横になれないのよ。低反発だと、低反発だと思いっきりすっぽりはまっちゃってるんで、こうなりたくてもこう起き上がれないんだよね、某有名なやつだと。だからもうこうやって寝たら朝目が覚めるまでこの姿勢なんだよ、有名なやつは。途中でね、あーって行きたいけど、途中まで、ね、でこうやって行きかかるんだけど、またこうやって戻っちゃうんだよ。経験ある人いるでしょ、それそれそれっつって、ね、でこれだとね、よいしょっと、うん、横になれる、ね、横になれる足だね、これね。そうね、こうやってね、こうやって寝たときはこんな感じかな。腰骨は痛くない。でもここがすごい沈んでるなっていうのはわかるね。で、ここも痛くはないんだけど、やっぱ一番力がかかってるなっていうのはわかるよね。で、ここも密着してる感じはある。で、こうして寝た場合は、うん、痛いとかそういうのはね全くないね。でやっぱこうして寝た時はやっぱここが一番力が沈んでるかな、かかってるかなっていうのが分かるね。さあ腰が悪いおじいはうつ伏せでよく寝ます。うつ伏せね、この姿勢で寝るんだよ。で一番最初に寝始める時は必ずうつ伏せからで、でちょっとこうしてね、腰悪いからこうしてやって、こうしてやって、でこうしてやってからやっとこうして寝るんだよ。ちょっとここら辺を伸ばしてからね、矯正してから寝ます。うん、だからね、高反発では絶対に体感することができないこのいい感じの沈み具合、これはね気持ちいいね。こう、うん、ちゃんと沈んでくれる喜び、そして沈みすぎてくの字になって苦しくならない喜び、うんうん、でね、おじいぐらいになるとうつ伏せになるとここがお腹が一番沈むんで、息がちゃんとしやすいかどうかなんだけど、やっぱね、うん、上低反発の方が息はしやすい、ものすごくね。で、あとこうかな。うん。これはね、期待だね、ちょっとね。はい。今何センチぐらいだろう。よし、ちょっと。まだね、ここら辺潰れてるもんね。それでも今ね、6センチぐらいになってきたよ、ね。もうちょっとしたらね、もう今晩夜には7センチぐらいになってるかもしれない。もしかしたら。これね。はい、じゃあちょっとね、禁断の逆パターン、高反発ね、
ちょっと試してみよう、高反発ね。あ、全然違う、全然違うけど、これはこれでまた気持ちいいよ。これ悪くないよ、これいいんじゃないの。うん、もう高反発だから、あのこうしてやった時に、あのここちょっと隙間あるもんね。でもこの高反発ね、そうね、ここのとこ、あの低反発みたいに密着しないんだけど、でもあの今の高反発よりはなんかちょっとこうしなってくれる。あ、そうか、下が低反発だからか。うん、あのね、どんな感覚かっていうと、あのちょっと極端なんだけど、ドロンコ、あの押し玉をドロンコにして、その上に板を置いてなんか寝てるような、板っていうかね、段ボールを10枚ぐらい、あの段ボールその上に寝てるような、そんな感じ。あの重心移動すると全体的にちょっとこう動くみたいなね。でお尻はお尻でちゃんと沈んでるし、あの体の形状に沿ってぐにゃって沈んでない、あの周りをちょっとね、こう、あれあれ、牛乳を沸かすと上になんか膜できるじゃん。で、あそこになんか、グリーンピースかなんか落とすと周りを包み込んで沈むでしょ。あんな感じ、ちょっと、うん、これはこれで新感覚。そうね、いや、なんかこれも悪くないよ。これ面白いな、これもなんか面白いよ。あの形に沿って沈まないけど、ちょっとこう、あ、でもやっぱね、うん、高反発だ。あのすごいこの状態でこうなってるけど、うん、浮く力が強いから、なんかあの硬さがあるもん、これほらほら、ここら辺も低反発だとグニャンって沈んでるからね、明らかな違いが出てるね、うん、これひょっとしてなんだけど、こっち側好みの人も絶対にいるような気がする。うん、これはこれなんか気持ちいいな。あとさ、こっち側多分これで、ね、あの滑り止めのゴムの加工になってると思うんだけど、夏こっちの方がなんかひんやりして気持ちいいんじゃないの、違うかな、うん、なんか汗かいても拭くの楽だね。なんかね、あ、この表側の生地の沈み具合が違うよね、これなんかゴムっぽいから。こっちはほら完全にね、布だからこうして沈むけど、こっち側はゴムっぽいもんね、だから周りをこう引っ張り込むんだ、あとあったかい、うん、今この状態でここの真後ろとここら辺がもうすっげえあったかい。冬、真冬だったらすごくいいかもしれないね、うん、夏はねこっち側で寝たら暑いかな、すごいもん保温性が、うん、ここの下もやっぱ一番熱を感じるのはここの後ろだ、うん、天使の羽のちょっと内側のところがね、もうあったかいもん、すごい、なんかまるでさ、病院に行って遠赤のなんかこう当ててもらってるぐらい、あれの磁石で当ててもらってる感じ、うん、うん、この厚みはいいね、やっぱりね5センチよりも、うん、いいよ、うん、ね、いや、これはこれで面白いよ、絶対ね、よいしょ、はい、そんな感じでね、元に戻してみました。まあ大体それなりの形になってきたね、ほんとね。いや、もう一回、あ、
もうあの安心の進み、ああもう全然やっぱりね、全然こっちの方がいい。もう自分の形に沿って沈んでる。ああれだ、あのスポロガム知ってる？スポロガムあれだ。うん、もうスポロガムになった感じそのままあのくり抜いてって感じ。あーいいね、気持ちが、特にふくらはぎのとことかね、すごい気持ちいい。あとこのかかとのここのところが高反発だと、いつもなんていうの、こう支えるところになってるから、あの圧を感じるんだけど、本当分散してるって感じ。うん、あの間違いない、ひっくり返して寝るよりは絶対こっちの方が力が分散して気持ちいいのは体験できる。うん、すぐ分かる、ね、これは気持ちいいね。はい、そんなわけでちょっとこれキリがないんでこの辺で終わりたいと思います。はい、ね、うん、これいい感じ、ね、ほらグリップ感もすごいね、これね、こうやって浮かせないと移動できない、ほらほらね、これすごいね、ほらこのグリップ感ね、しっかりとしたあのゴムでちゃんとなってますからね。はい、もうかなりほらかなり戻ってきました。こんな感じでね、まあ2日間と言わず時期にもよると思うけどね。よいしょ、うん、今だいたい6センチちょっとね、 6.5 センチ弱ぐらいかな。だからこのままいけばあのもう夜寝るときにはおそらく7センチぐらいいってるような感じがしますね。はい、いかがでしょうか。はい、そんなわけでね、1時間ぐらいはね経ったんじゃないかなと思います。今ねベッドの上に放置しておきました。それで、下の方が5センチの高反発のマットレです。で今回が7センチね、ミックスのバージョンになります。でほら膨らみ具合どうでしょうかね。ほらこの5センチに比べるともう明らかにこれ大きくなってるよね。それで今ねどれぐらいまで膨らんだのか見てみたんだけど、この下の方の5センチのやつがちょっと 5.5 センチぐらいまで膨らんでるんだよね、実はね。それで、これがもうね、今、はい、まあ、7センチのところがここなので、よいしょ。ほら、もう十分戻ってるよね、7センチね。ほとんど7センチ戻ってるよね、これね。うん。はい、そんな感じではないかなと思います。で、高反発の場合は、こんな感じね。こんな感じ。はい。お分かりいただけるでしょうか。で、今回上が低反発、メモリージェルで、下がね、高反発で、こんな感じ。ほら、違うよね。明らかに見るからに、ほら、違うよね、これね。ほら、ね、手があと残るでしょ。こっち側、ほら、戻りがね、早いよね、こっちね。よいしょ。ね。まあ、でも、この、布は手の跡残るけどね、下は平らだよ、これね。はい。まあ、厚みがね、こんだけ違うということです。で、ちなみに3センチの高反発ってどうなるかっていうと、はい、こちらが3センチ、ね。ペラペラ、ね。これ3センチ。これは昔ね、去年かな、ジモティで購入したやつです、これね。うん、確かこれ2000円ぐらいで購入したのかな。これペラペラ、これはね、もう3センチはさすがにね、底付きしかない、これはね。はい。そんな感じでね、やっぱりね、これ7センチあるっていうのは、これ厚み的に、いや、ものすごくね、アドバンテージがあるんじゃないかなと思います。でね、この7センチバージョンっていうのが、なかなかね、アマゾン見てみると少ないです、これね。今現在、アマゾンね、ちょっと価格の方を見てみましょう。はい、アマゾンのね、価格の方になります。今日現在、お値段の方が
通常9100円となっています。これはねシングルの値段になります。でクーポンコードがね1000円オフのクーポンがあるのでクーポンコードを使うと8100円になりますね。ちょっといいお値段だなと思う方はねタイムシェルなんかも狙ってみるといいんじゃないかなと思います。であとねセミダブルの方は12999円、そしてダブルの方は14999円になります。で元気なおじいも一応アマゾンのね、リサーチはしています。でこのね今回のこう2層になってるやつね、今回のジェリーメモリーの低反発と高反発のミックスになったタイプね、いくつかの会社が扱っています。で大体ね薄いものはだいたい3センチね、で5センチとかそのあたりが多いんじゃないでしょうかね。でお値段の方もそんなに変わらないお値段で売ってるところが多いんじゃないでしょうかね。このね低反発の方が3センチで高反発が4センチで合計7センチになっています。でこのところがね2センチと3センチとか3センチとね今回は4センチなんだけど1センチずつ少ないものとかあるのでそこの厚みだよね。でこの厚みの差が7センチと5センチ、7センチと3センチとか4センチだと全然違うんだよね。で先ほど見したように3センチっていうとものすごいペラペラなんだよね。だから1センチと2センチと合計3センチのやつだともう底付き感しかないのでね、ここはね選ぶときにご注意いただきたいなと思います。で今回紹介したものはこれ7センチなので、低反発が3センチ高反発が4センチと合計7センチなのでかなりねボリュームがあります。でまあ直に引いても底付き感はないので、まあ、よっぽど重たくなければ、まあ、全然大丈夫なんだけど通常の利用の仕方としたらおそらくなんだけど普通のせんべい布団ね、せんべい布団の上に置くとちょうどバッチリいい感じじゃないかなと思います。であとはねスプリングのマットだね、硬いやつね、ボンネルコイルっていうのかな、ボンネルコイルの硬めのやつの上に置くとちょうどいいかもしれない。でポケットコイルってあるよね、グニャーって沈むやつね、ポケットコイルの沈むやつの上に置くとおそらく沈みすぎちゃうんじゃないかなと思います。なのでおじいのね、まあ、勝手な予測なんだけどもめちゃめちゃ硬いボンネルコイルの上に置くかせんべい布団の上に置くのがね、ベストではないかなと思います。あと体重の軽い方はもちろんフローリングの上に直置きでも OK ですね。ただ汚れるのが嫌だった方はねやっぱり1枚引いた方が安心ではないかなと思います。であとマットの、カバーがあるんであれは丸洗いできます。あれがねでもこれからだん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 ね時期的に春からどんどん夏になっていくので、ね、汗がただでさえ出ると思うのでねそれを考えるとこれから夏に向けたひんやりマットみたいのをちょっとこう引いてあげるとね頻繁にねこう、まあ、毎日洗う方は毎日洗うだろうし1週間に1回の方は1週間に1回だろうしまあ二重にしておいた方が真夏はいいんじゃないかなと思いますね。いくらね汗がなんていうの通気性が良くてしても臭いの嫌だもんね本当ね。そういうところも考えるとやっぱシーツはもう一枚用意しておいた方がいいんじゃないかなと思います。はい、それだけでね参考にしてくださいね。リンクアマゾンの方ね貼ってあるのでもしよかったらね直接見てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。でまた何日かしたらしばらく使った使用感など含めてまたパート2を作りたいと思います。それだけでおじいでした。またね、バイバイ。